セザール・トムソンは、ベルギーのバイオリニスト、教育者、作曲家。トムソンは、リエージュに生まれた。7歳で、リエージュ王立音楽院に入学した。彼は、そこで、デジレ・ヘインベルク、ロドルフ・マサール、ジャック・デュ・ピュイラに支持した。トムソンは16歳にして、その当時存命のバイオリニストには並ぶもののない技巧を有するとされていた。また、彼は、 ユベール・レオナールやヘンリク・ビエニアフスキ、アンリ・ビュータンらからも教えを受けた。1873年、トムソンは52人の奏者からなる、施設オーケストラのコンサートマスターに就任した。この楽団のオーナーは1870年に、スイスのルガーの近郊、カノッビオに、音楽の伝道として、カステッロ・ディ・トロバーノを建設した、ロシアの銀行家、鉄道王であるポール・フォンダービス男爵であった。 男爵が意志を喪失して行方知れずとなり、トムソンは1877年にルガーノを後にするが、その頃に彼は地元の貴族の夫人であったルイーザリーバと結婚している。1879年にはベルリンの還元楽団で演奏していたトムソンはベルリンフィルハーモニー還元楽団の初代コンサートマスターを務め、1882年に母校のリエージ王立音楽院において、 バイオリンの教授に任用された。1897年になると、ウジェーヌ遺イ,イの後任として、ブリュッセル王立音楽院の主任教授に就任した。彼は1898年に自らを第一、バイオリンとする弦楽四重奏団を設立している。トムソンは1891年にライプツヒ、1898年にブリュッセルで行った演奏会において、 ソリストとして大きな成功を収めた。イギリスやアメリカでの評判はそれほどかんばしくなかったものの、南アメリカでは人気を博した。彼は1924年から1927年にかけてニューヨークのイサカ・カレッジ及びジュリアード音楽院で教弁を取った。トムソンは当時存在感を失っていたパガニーニの楽曲を多く疎遠した。また、初期イタリア学派やコレッディ、 ヘンデル、タルティーニ、バッハ、ナルディーニ、ビターリといった作曲家の作品の工程、編曲、編纂作業に大きな貢献を行った。トムソンの自作曲には、バイオリンと還元楽のための、チゴイネル・ラプソディーなどがある。トムソンは、ルガーノにほど近いビッソーネで生涯を終えている。トムソンの文下からは、ヒューゴ・アルベーン、エール・マー・ビュースト、エドウィン・グラッセ、 ヨハン・ハルボルセン、パウル・コハンスキ、アルマ・ムーディ、ギジェル・モ・ウリベオルギン、トニー・シュルッツェ、ハイドン・ウッドなどが排出している。また、彼は、アメリカの2つの重要な室内楽団である、フロンザリー市重相談の3人と、チェルナー市重相談の少なくとも2人の特訓に、大きな役割を果たし、後者は、トムソンの私的な夜会において、ヨーロッパデビューを果たした。エージュには、 トムソンの名を冠したセザールトムソン通りがある。出典。ありがとうございます。